はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。さあ今回なんですけどもね、ニーサンエアリティと19バンキッシュ、こちらをね投げ比べしていきたいと思います。ちょっとね、エアリティは2500番台なんですけども、バンキッシュはね2000番台です。番手はですね C2000SHG という番手になりますね。でエアリティは LT2500S-XH でございます。まずギア比ですね。ギア比はね、やっぱりリールサイズが少しだけちっちゃいんで、バンキッシュが 6.1、 そしてエアリティが 6.2 ということで、少しだけエアリティの方が速いという感じですね。で自重がですね 145g、 そしてエアリティが 150g ということで、まあ、5g しか変わりません。でエアリティもね、一番小さい2000番台は 145g だったはずです。でね、最大ドラグが 3kg、 そしてエアリティは 5kg ということで、エアリティよりもね低い数値なのがね気になるかと思われますけども、なんだろう、この番手のフィネスでそんなね無理くり2kg の魚をこうねグリグリグリってやらないじゃないですか。うらーみたいな感じでやらないと思うんで、どちらかというとジリ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 みたいな、すごい繊細なねバトルをするためのね2台だと思うんで、そんなね最大ドラグ力はそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。どちらもね繊細にドラグを調整できますので、とてもね魅力のある2台だと思われます。で次はね糸巻き量ですね。ナイロ4ポンド 100m で、エアリティはまあ一つ番手が上なので 150m ということで、 PE0.65 は 150m でね、エアリティは2500番台で1個上なんで200m ということですね。で一巻き 82cm なところ、エアリティは 87cm といった感じでございます。さあね、まあなんで19バンキッシュね、僕は C2000 番台を使っているのかというとね、やっぱり自重ですね。19バンキッシュで2500番台だとちょっとね重たいんですよ。まあバンキッシュにおいてはですね C2000 番台を愛用してます。ラインなんですけど、使用してるのはね 0.25 なんですよ。なのでかなりねフィネスに超軽いねワームを投げるためにバンキッシュは使ってます。でですね、まあ、そういった自重で分けて使ってるわけなんですけども、2023年モデル、これから発売するバンキッシュはですね、エアリティの単体インプレでもご紹介したんですけども、一緒の自重のね 150g のね C2500SXG というね番手が発売されますので、なのでねやっぱり決め手はスーパースローオシレーターになるかとは思うんですけども、エアリティのね前のインプレでもちょっと説明させていただいたんですけども、やっぱりねフィネスの釣りでラインスラックがね多くなると、やっぱりそこら辺がちょっとバックラッシュリスクとして微妙になってくるんじゃないかなと思ってます。なのですごいねバンキッシュの方が売れるとは思うんですよ。なんですけど、後々ねフィールドに馴染んでった時にエアリティの方が人気が出てくるんじゃないかなっていうね気がしてます。さあ次デザインですね。19番機種はこんな感じですね。ブラックといった感じです。はい、ガンメダにはなるのかな、だけどブラック寄りのガンメダというか、だけどブラックかな、うん、すごくねあのまあシックですよ、うん、はい。で次ねエアリティ、こちらもねなんだろう、大人なデザインといいますかね、ガンメダベースで、まあ、金ね、金がまあちょっと目立つかなっていう感じなんですよね。なので、まあ、昔のゾジアスですけど、まあ、こんな感じで合わせるとね、まあバンキッシュの方が似合ってるかなといった感じではあります。金がねちょっと嫌だなっていう方いらっしゃいませんか。実はね僕金の装飾あんまり好きじゃないんですけど、なので好みだとは思うんですけどね、まあ、ダイワのロッドと合わせればすごく映えるんじゃないかなと思います。同じメーカー同士ね。なのでまあね、改めてこうデザインを見た感じ、まあ僕的には19バンキッシュのデザインの方が好きかなっていう感じですね。さあ次ドラグですね。でちょっとねドラグはやっぱり高いんですよね、音の周波数帯がね、カリカリなんだけどチリチリも入ってるみたいな、そういうミックスサウンドっていう感じですね。でスプールね、スプールもやっぱり高いと思います。で次出してみますね。まあ、結構ねこのリールで釣ってるんで、実調の動画見てる方は聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、僕的にはちょっとずっとこれ使ってるんで馴染みがありますね。はい、こんな感じです。さあもうね単体インプレをね見てらっしゃると思いますので、こんな感じ。あ、だけど改めて聞くと
エアリティも高い、なんだろう、チリチリ音も入ってる感じしますね。なんだろうな、バンキッシュの方がちょっとこう金属が響く音っていうんですかね、そんな感じも聞こえるかなっていう感じしますね。え、こんな感じ。ああ、なるほどね、バンキッシュの方が鳴ってるっていう感じがするかもしれない。僕ね、音楽やっててギターとかねよく弾くんですけど、ギターってねサウンドホールだったりとかあって響くんですよ、音がね、楽器って響く構造になってて、なのでバンキッシュはドラムが響くかなっていう感じですね。チリチリチリっつって、こんな感じですね。はい、こんな感じでしょうか。次はねベールを返した音で、ちょこっとですね前回の単体インプレで比較しましたけど、バンキッシュのベールの方が細いということで、ただ2000番台なんだよねバンキッシュがね。はい、もうシマノをね使われる方はこれが馴染んでるかなと思います。まあ同じような感じですね。だけどシマノの方がきっちりかっちりっていうんですかね、カチッってなる感じ。さあではね、バンキッシュでシャット投げます。さあソウルシャットの4号ですね。普段ねあんまりそんなこっちでハードベイト投げないんですけど、でもまあ結構ね使い勝手のいいねバンキッシュなんで、こっちね PE がね 0.2 号なんで、ああやっぱりねバンキッシュも巻きの安定いいですね。どうでしょう。まあちょっとリールサイズがねこっちのはちっちゃいんで、まあ、そこはちょっと申し訳ないですけど、まあベールをね返した音ですよね、カチッっていう、それがなんかこうちょっといいかなっていうね感じが個人的にはしてますけど。ああだけど巻きがちょっと軽いかな。だけどまあエアリティはね開封したてっていうのもありますので、これからね馴染んでいくと、まあ似たような感じというかね、いい感じになっていくんじゃないかなっていう気がしますね。さあ次はねエアリティ、まあこっちのはリールサイズがねでかいんでね、やっぱりちょっと安心感ありますね、こういう巻物に対して。当たり前かもしれんけど、うん、なんか巻きいいねやっぱり、改めて巻きがいいですわ。素晴らしい、なんだろう、ハイエンドっていう感じですよね。いや素晴らしいっすわ。はあ、いいねいや幸せですわ。やっぱりなんだろうね、リールが高ければ高いほど、そして新しければ新しいほど使ってる時すごくなんだろう幸せな気持ちになりますね。当たり前かもしれんけど、いいっすわ。いや特にねこうまだまだ釣れない時期なんで、すごくこういいっすね。お気にヘラかな、あれ鯉かな、バス、お気に魚群が現れた、バスじゃなかったかな、氷水温の方がねあったかいから春を感じますね。さあということでね次はですねミドストです。バンキッシュと同等でいいんじゃない、当たり前かもしれんけど、ビローラ 2.8 ジグヘッド 0.9 ですね。まあね、PE がこっちのはね、細いんで、0.2 号。なので、まあやりやすさもあるけど。だけど、リールがね、5グラムしか変わらないんですよ。なので、
ちょっとやっぱリールサイズがねちっちゃい分こっちのやりやすいかな。ちっちゃくて軽いとやっぱりその分力をね抜けるんで、なのでなんだろうな、これからミニさんのバンギッシュがね発売されるわけですけど、いわゆるね型落ち19バンキッシュもですね安く販売されるはずなんですよ。 50% オフまでいくのかな、このご時世だからもしかしたら 70% オフとか、まあ、それでも新品の状態でリールが出てくるんで、今もう時代は PE のね時代なんで、そうなってくるとね C2000 番台もう1台欲しくなっちゃうレベルっすね。やっぱりそのぐらい使いやすいのでねおすすめです。特にこういうもうマイクロフィネスっていうんですかね、そういうのをねちょっと極めようと思ってる方、特にねほんと釣れないね時代なんで、一昔前はセコイと呼ばれてね嫌われた釣りではありますけど、それでももうそういった釣りでも魚を触るのがね難しくなってきてるんで、そうなってくるとどんなにね強い釣りをねメインにしててもやっぱりねこういったマイクロフィネス専用のタックルをね手元に置いておきたくなるじゃないですか。魚が釣れないっていう一日になるのが怖いから。今時期だったらねそのノーフィッシュっていうのに耐えられますけど、もう4月5月になってノーフィッシュってねなかなかちょっと精神的にねきついんで、そうなった時にね最終手段としてのマイクロフィネスタックルがあるとね結構精神安定剤にはなりますので。さあということでね、エアリティですね、まあ変わらんかな当たり前かもしれんけど、こういう釣りはあの僕としてはあのどちらかというとね2500番台でやることが多いんで、タックルセッティング的の慣れですけど、まあ、こっちの方が使いやすいかな。ミドストにおいてはちょっとね手元が軽くなりすぎちゃう、バンキシオと。ああどっちも使いやすいね、うん、どっちも間違いないですわ本当に。さあ次はねバンキッシュでネコリグです。ドライブシュリンプ3インチのネコリグですね。よいしょ。さあまあね細かいシェイキングによるズル引きですね、まあ、それでどんだけこの沈んでるものを感じることができるか、釣れないかないや甘くないね、全然甘くないっすわバンキッシュのこの C2000 という番手、 5g 軽くてさらにリールサイズが小さいっていう利点はねやっぱりねこういった釣りでは出ますね。あんま気にしてはなかったんですけどね出ますね。うん、なので本当普通に使いやすいと言いますか、普通に使いやすいぜって感じ。いやいい感じっすよ本当に。そしてさりげなくあの魚が釣れないからちょっと頑張ってるんだけど釣れる気がしない。さすが、いやそろそろね釣れてもいいでしょうよっていう時期ではあるんだけどね。さいいね、いい感じにこうゴリゴリの場所だから、これゴリゴリにこう朽ちたね木とか枝が沈んでますね。その枝一本一本をねこうほぐしてほぐしてかわしてかわして、そんでランダムではあるんですけどちょっと引っかかる枝から外れた瞬間、うん、この瞬間、うん、プンってなった瞬間ですよね。そういった時にこうバスがね反応しやすいんで、うん、さエアリティですね。さあゴリゴリエリアをエアリティでほぐしほぐし、ランダムで引っかかった枝に対して丁寧に丁寧に外して、そのまあ優しく優しくねほぐすと不自然じゃないんで、まあ、ストラクチャーについてる魚に対して警戒をさせないで済むので。いやしかしながら釣れませんな。まああの無論バンキッシュと変わらないと言いますか、そのぐらい使いやすいですね。最高です、最高すぎますね。今ねほとんど僕 PE 巻いてるんで、これをちょっとフロール4ポンドぐらいにして使うっていうのもちょっとありかなと思ってますね。 4.5 とか5ポンドだとちょっとね太すぎちゃうかなっていう感じなんで、さあこんな感じでしょうかね。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もうほぼ同等っすね。
なのでまあこれからエアリティをね使っていくわけなんですけども、全然ねバンキッシュが下手ってないんで、やっぱりね使い込んでいくうちにガタが出るのか出ないのかといったところですね。やっぱりシマノはねそこがねすごいというか、どうしてもねベイトリールで結構台は使ってますけども、やっぱりちょっと衰えをね感じることが多々あるので、そこがねちょっと、まあ、僕的にも見ものかなと思っておりますので、そんなところもね今後の当チャンネルのお楽しみにしていただけたらなと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。